ナンバーアンダーバーアイ平野翔、神宮寺勇太、岸優太が出演する新たなテレビ CM が今月14日から放送されることが9日発表されたサントリーのビールビアボールの何でもありだ乾杯だ変15秒で CM のテーマソングにはナンバーアンダーバーアイ初の CM タイアップ楽曲となるノーイエスを採用している 動画、ナンバーアンダーバーアイ出演のサントリービアホール。CM メイキング映像同曲は今月27日にリリースされるナンバーアンダーバーアイのミニアルバム収録曲で、発売に先駆けてその一部が公開される。3人はすでに、チキンマックナゲットのテレビ CM、たっぷり行こうぜ。登場、変に出演しているが、今回が種類の CM 初出演になる。ビアボールは、そうだ。 炭酸飲料ジュース、お茶といったさまざまな割材を使った飲み方を楽しめ気分に合わせて自由な一杯を作るビールをコンセプトにしている。ビール類市場のさらなる活性化を目指し、新しい文化を作りたいという思いも込められることから、同社はアーティストとして新たな音楽シーンを切り開き、絶大な人気を誇るナンンバーアンダーバーアイを新 CM キャラクターに起用しました、としている。新 CM では、 何でもありだ。乾杯だ。というキャッチコピーのもと、ナンバーアンダーバーアイの3人が、開放感のあるリビングや、青い空と海が広がるビーチなど、屋内外の様々なシチュエーションに登場。近日、60秒バージョンも公開予定という、より小さいナンバーアンダーバーアイの一問一答、CM では様々なシーンでその時の気分にぴったりな味の、 ビアボールを楽しむ姿が印象的でしたが、皆さんが特に良かったと感じたのはどんな気分と飲み方でしたか神宮寺、外でバーベキューをしながら飲んだ時、海のロケーションとビアボールの相性がすごくいいなと思いました。騎士シチュエーションによって、美味しさも変わってくる感じでした。平野、映画を見ながら。 ちょっとまったりした時間飲むのもいいなと思いました。ナンバーアンダーバー愛で最高の時間を過ごせるとしたら何をしますか騎士、おししいものを食べるじゃないですか。撮影後、久々にみんなでご飯を食べに行って、そこでご当地の魚介とかおいしいものを食べて。それが最高の時間でしたね。平野最高だったけど、もっとでっかく考えていいのかなって。例えば海外でとか、 神宮寺宇宙旅行でもいいんだよ、騎士。いや、そんなわがままは言いません。あの時のご飯で十分です。平夜そうですね。小さな幸せから見つけていきましょう。神宮寺、素晴らしい。騎士くんらしいね。CM の視聴者にメッセージを。騎士、今回、僕たちの楽曲も使っていただいて3人で一緒に CM に参加できてすごく嬉しいです。神宮寺、 たくさんのシーンを撮影したのですがどのシーンも僕たちらしさ満載の楽しい撮影になりました。平野、ぜひ、皆さんも自宅やお店でその時の気分に合った飲み方でビアボールを楽しんでみてください。